はいそれではね始めましょう、皆さん、こんにちは。はいあのね9月に入って涼しくなったり、また今日ちょっとね気温が上がっている感じなので、えー、ちょっと体調を崩されている方もねいらっしゃるかと思うんですけれども、き、まあ、今日は、ね、給与の話と、全国のね香港にお集まりの皆さん、えー、お疲れ様でございます、えー、試験がね、社労士受けられた方もいらっしゃいますし、ね、人事総務系の方もいらっしゃるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 はいでまずね、皆さんね、えー、今日のの、ね、テーマなんですけれども、まあ、給与は会社の血液だって知ってました知らないよね、えー、って、ねはいで、低血圧とか高血圧とかね、ちょっと気になりますわな、130超えたら高血圧と、なんかテレビで言ってますよね。余計ななお世話だなと思うんですけども 私もね、ちょっと気になりましてね、高血圧のほうがです、ね、若干気になる方もいらっしゃいますよね。ええということでね、あのー、ちょっとお酒をね、3か月ほどやめましたなんと3か月で7 5キロの減量に成功しましたありがとう R なんとかにいかなくても7 5キロ減らすことができる方法。ねえ これを書こうかと思っていた矢先にやっぱり給与計算書いてくださいということなので給与計算していきますで皆さんね資料を上げてもらえますかねはいでね中にまあレジュメ入っているんですけどもええー、でね今日ねスケジューリングでいくとまずね給与計算の話をしてその後1時間後にですね勤怠システムの今日はロココ様がですねいらっしゃってますので勤怠システムねこれ大事ですよ私もね勤怠システムに関しましてはですね まあ、いろんな会社の導入コンサルをやってるわけですよでね今本当に移行期です賃貸に関してはですから、まあね、それについても、えー、お話をしていただくとそれからですね労働新聞入ってます皆さんの中にでね はい、今日労働新聞記者さんもですね共催していただいているんですけれども、えー、で労働新聞、ですね,、えーでね,えー、っとね9月の29日にイベントを、ね、急遽企画しまして9月の29日に先取り改正って滝先生がねこの講座やるんですけれども無料ですその後にですね労働新聞で読み解く一般常識っていうのを、ね、やります。 で一般常識対策を労働新聞を持ってこういうことができるんだよというねその時の新聞です、ね、見つつやりたいなと思っておりますのでそちらもタダで配ってただでね受けていただいて、まあ、労働新聞取っていただくといいんじゃないかなというふうに私がね多分ねあの次の労働新聞のですね社労士紹介欄に記事を、えー、と投稿してますので、えーまあ、それがですね多分来るんじゃないかなという,ふうに思っております。 はい、まあ、ちょっとお知らせでした。じゃあね、中身に入っていきたいと思います。あの、まあ、給与って大事ですね。人事総務の方へ、え給与の、まあ、スキルがあるないというのは非常に重要ですよ。ね。私も給与計算長いことやってるんですけども。今回マニュアルを作って。まあ、いかに自分がね、給与計算のことを分かっていなかったってことが。改めて分かりました。確かに。 ソフトでで入れてるんですよクリックしてねソフトでチェック入れればできることはできるんだけどもえー、そんな意味があったのっていうことがいっぱい出てくるんですね給与計算に関してでいやー参ったなこんなことになってたら年末調整の時にもうちょっとあの人のお給料ねもうちょっと税金安くできたのにとかそういうことにまあ至っちゃうわけなんですよね。はい、でね給与計算スキルってめちゃくちゃ大事です。 もう身に染みてますわ私は、ね、社労士の資格捉えた方もいらっしゃるでしょうし今人事総務で活躍している人もいますけれども給与計計算算業務っていうのは、ね、計算だけじゃないよだから、ねまあ、入社の時から始まって給与を計算して控除してそれを国に納めて各帳票を打ち出してそういった、ね、適正な給与計算をするということです。 それに対しててまあね今日は一部ですちょっと見ていきましょうねはい、まあ、給与は会社の決意さっきね司会のねスタッフさんが言ってたんだけれども出しすぎると高血圧とか言ってましたけどねはいじゃあね見ていきますよまずはねはいこんな感じ、今日のところ労働時間の集計について端数処理に関する通達若干ねねちょっと、ね、あの勉強的な話になってごめんね。 これ皆さんのやってる勉強がダイレクトに役に立っちゃうもんだからいきますよ。そうしますと、端数処理、はいで1ヶ月における一応見るるよ1ヶ月における時間外労働休日労働深夜業の各々の労働時間数の合計にまあ1時間未満の端数でここね1ヶ月だよね、1月ですね。でと月でこういう通達出てんるのね、端数が生じた場合に30分未満を切り捨て それ以上上時間に切り上げることはい。ということでねあとは1時間あたりの賃金額割増賃金の円未満四捨五入ってもしょうがないよだって円未満なんかないんだから今何銭とか、ね、使ってないんですから。はい、あとはね深夜とかも円未満。はい、だからね4番見て1か月の賃金の支払い度は100円未満の四捨五入。でね まずねちょっとここに書いておいたんだけども1日で絶対やってはいけないことはい時間の単位発数を30分単位で死者誤入する方法は、はい、違法となると30分未満を切り捨て30分以上を1時間とする1日単位でやったらこれ違法だよはいさあ皆さんの会社は勤怠つけてると思うんだ タイムカードでやられてる会社もあれば、もしかしたらログイン情報でやってる会社もあるよね。あのパソコンとかのね。ただまあね、あのビルに入るときにまチェックするとピッとねカードを通すような会社もあるでしょうと。どうですか。発数処理やってるの知ってる会社の方で、はい。どういう発数処理をやってるか、もしくは完全分刻みでやってるか。どっちかだね。分かんないね。じゃあね。 はい、ここで疑問が出てくるよねタイムカードによる時間全て残業時間だまずね基本はねちょここに書いたんだよね基本は分単位だよ分単位ね基本はねこれね本当にねえー、あのー、私自身もいろんな会社さんの企業計算やってるんですようちの事務所でねでもええー、ある会社さんでは15分で刻んでるんですよ。 15分未満を切り捨てておいて15分以上を30分に切り上げって形で処理してるんだけどももうやめましたすべて分単位に変えていただきました昔であればまあまあいいよねって澄、まあ、んだものがですね最近はそうもいかなくなってるんですよだから完全今のところもう分刻みでやってますはいということでね ただただですよ、ここに書いてあるねタイムカードによる時間がすべて残業時間になるかって問題がじゃあ出てきちゃうわけよ。はいじゃあ見るよタイムカードにが打刻された、まあ、タイムカードを使ってるところもあれば使ってないところもあると思うんですけども時間がすべて労働時間としてタイムカードの打刻時間に基づいて計算するのでしょうか。は、ね、はいそしてタイムカードに打刻された時間は 従業員が「出社した時刻と退社した時刻、ね、となることが一般的です」とななるとは限らないよね例えば、ね、電車のラッシュを避けるために実際の、ね、時間で早めに出社する従業員の方いますよね。 皆さんもそうじゃないの意外とねラッシュを避けたいからって言って早く行くよね。はい、でそうするとよタイムカードの打刻時間と実際の労働時間がまあ一致しないということもありえるということだよね。またタイムカードがここねビルの入り口にあるこの場合ははいねエレベーター乗っていくまでに タイムラグがあることもありますよね。だからどうするの出勤時間についてはまあこういった事情があるまあ出勤時刻ねはいタイムカードの打刻時間ではなく特別な事情がない場合は始業時刻から労働時間をカウントする規則としても特に問題はないですねまずここだよね。 皆さんね、えー、これから労働時間のコンサルやるよね聞かれますよ、ね、聞かれますよということですねでね次いきますよ1ページ目くるよそうするとじゃあ,、まあ注意すべきことタイムカードによる時間管理でで注意すすべきことですねタイムカードだけで時間管理をしている場合は、ね、考えてみたら労働時間の客観的な証拠となる資料が とりあえず会社としてはよタイムカードしかないんですよね他にないいんんでですすよよよ他にって労使の争いになった時はタイムカードの打刻時間がよく見てよ労働時間と推定されることと必然的になっちゃうわけですよ。だって他に証拠がなければタイムカードで見るしかないんだもんね客観的な証拠。だから労働者が 始業時刻より前に出勤して、はい、習慣的にネット閲覧とかしてる人いますよね、はい、時間等は実際は労働時間ではないとただし後日労働者がそれを労働時間であると主張し会社がそうではないという事実を証明することができなければ結局はタイムカードの打刻時間が 労働時間と推定されてしまうこともありえますということですね。やっぱり社労士の目だよ完全に社労士の目だよ、ね。ありますと。で就業規則や社内規則を整備し例えば早出や残業の許可制により時間外労働を規則的に管理しておくことが必要だと。はい、だからね例えばあの早く来る方がですね はい、特に仕事しないで例えば、ね、私もそうですけれどもよく早く来てましたよ、ね、早く行って社労士試験の勉強とかしてたわけですけれども仕事はしてませんよ、はい、だからそれを、ねまあ、分かっていればいいんだよ本人はねだけれどもなんか会社とトラブって、ね、いや私はもっと早く来て、ね、早出で仕事してましたって主張する人だっているかもしれないよ。 ね、そのしたときにタイムカードを見てくださいと証拠ですよとお確かに君ね9時のところに7時半に毎回来てるんだけど会社これ残業として払ってるかいと払ってませんとで証拠は会社はとないですと、ね、だったらタイムカード上で払ってくださいなっちゃう可能性があるんだよということじゃどうすればいいんですかとだからまず早出の労働に関しては許可制にしてるんですようちは就業規則見てくださいよと。 就業規則見てくださいよと早手の残業は許可制にしてますよとはいそれからはい終了後あとタイムカードを打刻しない従業員に対してなかなか打たない、なかなか打たないいろいろぐるぐるまで社内回ったりなんかしてなかなか打たない人これは注意しなきゃだめね指導を行う必要があるとはい分単位の残業管理で特に注意すべきは,はい時給労働者ですよね。時給労働者は 時間をお金に換算しているため労働時間の集計にはこれは特に気をつけるべきですそれから着替えや朝礼を労働者の義務としている場合は労働時間となることに、はい、これ「留意」って書いてあるのは、ね、グレーゾーンもありますので、ね、グレーゾーンもありますので絶対労働時間にしろということではなくてだから大事なのはやっぱり何かといったら。 就業規則なんですよ。就業規則ですね。就業規則。はい。で就業規則にね書いておけばいいんですよ。はい。ね就業規則に9時から労働時間を換算するとかね。タイムカードで打刻上7時半に来ていたとしてももうここはうちは9時スタートなんだから始業時刻から換算するものとするで構いませんそれに関しては。 はい、ただ書いてないときは、はい、これもしかしたらそのね、まあ、例えば裁判になったときに争いがあったときに心証によっては打刻時間になることがありますからで実際ですね私の担当している工場でですね、まあ、本当にご指摘をいただきましてですね地方の工場さんなんですけども、はい、あの早出残業というかね早出出勤している人がいることは知ってたんですよ。 で知ってたのでねっ知ってたんだけれどもえー、ええー、え特に何も手当てをしていなかったんだけれども臨検来たんですねその時にやっぱりタイムカードを並べた時にやたら早い人が何人もいたわけですね。やたたら早いい人人が何人もいたわけですねでこれなな何やってたんですかって話になった時に「いやねちょっと呼んでください」って言って「いや仕事ですよ」ってみんな言うわけですよね。 そこは2ヶ月で済んだんですけれどもはい早朝出勤全部洗い直し2ヶ月全部払い戻しですねはい残業分という形でですねだからねうっかりじゃないんだけれども要はねそこで就業規則にきちんとねいやもうここはね9時からですとね労働者に対してはこれ許可制なので許可してませんということでねきちんとした 規則があればよかかっったたんんだだけどまだなかったんですよねそこに関してははいでそこ就業規則変えましたはいその会社就業工場ですけど就業規則変えました、はい、早出で仕事をする場合は届出制にしましたで早出で届出制のあった時刻に関する時間外は全て払いますという規則に変えましたはいというふうにしたら逆に減りましたね早出に関してはね。 ななななぜぜかか知知ららいいいいけけどどははい、じゃあ戻ります残業代のつかない管理職とみなし残業手当と、はい。管理職だから残業手当は必要ないという考え方は、まあ、当然のことから、ね、これはまあよくないんですけどもよく言われることですが会社内で管理職としての地位にある労働者でも、まあ、労働基準法の管理監督者に当てはまらない場合があるよ。例えば 会社では、まあ、店長を管理職と位置づけていても実際に労働基準法の管理監督者にかかる判断基準から見て十分な権限もなく相応の待遇等も与えられていないと判断される場合は管理監督者には当たらず残業手当を支払わないでよいということではならないということだね。また管理監督者者であっても労労働働基準法にによりり保護される、まあ、労働者に代わりなく 労働時間の規制が適用されないからといって、まあ、何時間働いても構わないということではなく、はい、もしね41条というのが労働基準法にありましてそこで管理監督者になれば、はい、労働時間の適用外れるんですけどだからといって何時間残業させてもいいということではないんですね。はい、で管理監督者者について肩書やや職位ではなくその、はい、労働者の立場や 権限を踏まえて実態から判断する必要があるとはい、右側見ましょうね。そうすると41条の確認ですね。はいまあ、普段労基法を見てる方はよくわかると思うんですけれども、今日はね。いろんな方いらっしゃいますので、41条はい。まず、この章労働時間、休憩休日に関する規定ははいまあ、次の各号の該当する労働者については適用しないと書いてあって、それがま2番ですね。 はい、事業の種類はかかわらず監督管理の地位にあるもの機密の事務を取り扱うものということですね、はい、これが根拠になるから、まあ、時間の、ね、概念というのが労働基準法では、まあ、法定労働時間の概念がなくなるわけですよ。はい、で管理監督者とは、まあ、労働条件の決定その他、はい、経営者と一体的な立場にあるものをいい。 労働基準法で定められた労働時間、休憩休日の規制を受けない制限を受けないということですね。では、判断基準を見ていきましょう。はい、まず、管理監督者の判断基準経営者と一体的な立場と呼ぶのにふさわしい重要な職務内容をしている。はい、責任をま見舞う権限の付与がある方ですね。ま2番です。重要な職務と。 はい、責任を有していることから現実の勤務が、はい、これ実労働時間の規制になじまないななななじじままいい労働時間の規制になじまない、はい、定期給与である基本給役付き手当においてその地位にふさわしい待遇がされている、はい、ということで地位にふさわしい待遇ですねまた賞与等、はい、これについても優遇措置が講じられているかスタッフ職の場合経常の重要事項に関する 企画立案の部門に配置され LINE の、はい、管理・監督者と同格以上に位置づけられると相当程度の処遇を受けている、はいまあ、これ通達で出てるわけなんですけれどもだから、ね、まず何かあった場合にそれが管理・監督者に該当するかしないかって判断は会社によって違うんだよね。はい、会社によよって違うんだよねで 機密の事務を取り扱うものというのは秘書ですね。はいで、幹部と行動を共にしていなければなるだめです。はい、情報を、えー、共有伝達はい。経営方針や、えー、提携、企業、買収の交渉など重要機密を取りまとめたりする。など、幹部の行動時間に合わせるために。 時間外とか休日がやむを得ない立場の人を言うわけで単に来客対応とかね秘書だよということではいスケジュールまとめとかアポイントの紹介とその人たちはここで言うはい上の41条の第2項の機密の事務を取り扱うものにはなりませんということね。 これもう誤解のないようにしてほしいねだから、秘書室の人たち全員がですよ、はい、時間外の適用除外者になるということはありえませんので、ね、気をつけてください。で、次のページだよ、まあ、裁判例なんですけどもはいでね、まあ、いっぱい書いてありますけども全部見ませんけどね立,立花屋割増賃金事件と、はい、いうことで取締役に ね、工場長ですね。はい、で役員会に招かれていなかった、はい、これは工場の監督管理権限はなかったと、はい、いうことでこれは否定されたということですね。はい、ということで、まあ、皆さんの会社がどの,、ね、あの業種になるかわからなかったので一応ね乗っけておきました。はい ととといいいううことでここでででででですすすねねね番人を見ててしし、ねはい、特集会です、ねはい、人事第二課長というのが出てるでしょう看護師の募集業務において本部や各病院の人事関係職員を指揮命令する権限を与えられ看護師の歳費の決定配置、労務管理について経営者の一体的な立場にあったタイムカードを刻印していたが実際の労働時間は自由裁量に任されていた。 時間外手当の代わりに責任手当特別手当が、はい、支給されていたと。はい、これはですね、あの有効とされましたね。管理監督有効とされた事例ですね。ここは有効です。あとはみんな否定です。あとはみんな否定です。はい、ほとんどの裁判例でこれ以外は全部否定されてるんですよ。こんだけ裁判ってみんな否定されてるんですよ。管理監督者せん、はい。危ないよねこれね。 皆さんの会社はどうよ、はい、管理監督者だからといって時間外出さない子みんな否定されちゃってるわけよ。はい、で次のページを見てくださいね。ずっと出てます。ね、ずっと出てますこれ全部否定裁判ですね。はい、でこれだけの裁判事例があるんだけども、はい、これはですね一番下6ページの一番下に書いておきました。これだけ裁判例があって管理監督として認められた例は特殊会一件のみ。 そういう事実ね。はい、ということは、まあよっぽどのことがないとはいね。これは認められないね。と負けるパターンが多いんだよということなんだよね。はいということなんです。見て次のページ行きますよ。そうするとね。じゃあ通達が出てるんですけども、それを元にね。具体的なものを見ていきたいと思うんですけれども。 はい、要は、ね、今給与の中で、ね、時間外労働を払うか払わないかその管理職の、ねえー、選定について言ってるんだけども金融機関における、はい、管理監督者例えば具体的事例というのが出てましてね金融機関は範囲はいはい、これ、ね、実は通達でもう例示されてるんです。はい、で都市銀行における管理監督者の取り扱いというのは昭和52年2月28日。 はい、揮発の一丸四の二というところで出てるんですね。はい、で、例えば取締役等役員を兼務するもの、これ範囲に入ります。はい、支店長、事務所長等の事業上の長。とかね、これ全部金融機関ですけど、ね、本部の部長等。本部の課、これに準ずる組織の長。大規模の支店、事務所の部、課長の組織で。 1>, 1から4のものと銀行内において同格以上に位置付けられているもの。はい、こんなふうに出てるんですね。で、下が都市銀行以外です。まあ割愛していきましょうね。はい。次のページを見てくださいね。じゃ、この多店舗小売りですね。はい。例えば紳士服のチェーン店とか。えっ、ー、と、ファーストフードの店長ですね。見ていきますよ。多店舗展開する。 はい、店長等の管理監督者制の判断にあたって、まあ、特徴的な要件について、次の通りにされています。はい、まず出てくるのが、職務内容、責任と権限ですね。それから二番で勤務対応ですね。三番が賃金等の待遇ですね。これ三点セット揃えていきます。三点セット揃えていきます。丸括弧一、はい、採用ですね。はい。管理監督者制を否定する重要な要素を店舗に所属するバイトパートの。 関する責任と権限がない場合は、はい、これは判断要件でで、はい、否定されちゃうわけですねだからパートバイトに対する採用の、ね、決定ができなければもう店長じゃない管理職じゃないよっていうことだよね。解雇人事効果労働時間の管理、はい、これらについての、はい、権限がない場合は。 はい管理監督者じゃないよということねはい次行きましょう勤務対応です勤務対応です遅刻相対に関する取扱いはい管理監督者制を否定する重要な要素遅刻相対によりここですね減給の制限人事効果で負の評価など不利益な取扱いがされる場合はいだから 例えば遅刻相対で言及があってかつ評価が下がるような場合は管理監督者じゃないよってことねだから管理監督者としてね、えーまあ、労働時基準法の管理監督者になるであれば自分で時間は自由に管理してる今日はねちょっと会合だからねちょっと行政機関との勉強会だから今日はもう出ちゃうよと、ね、別に相対してもいいよとね,今日はね ちょっと朝ね他の用事があって取引先によるから自由に時間を管理してそれに対して制裁ももななければ何いいいととうことだよねはい、それから労働時間に関する裁量ということなんですけども、はい、管理監督生成を否定する補強要素、はい、営業時間中は店舗に常駐しなければならないあるいはアルバイトパート等の人員が不足する場合にはそれらのものの自ら、はいまあ、要は ね、穴埋め労働をしなければならないで長時間労働を余儀なくされている場合のように実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合は否定補強要素,、ね補強要素ねはい、部下の勤務対応と、まあ、相違ですね、はい、管理監督者としての職務を行うが会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど 労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務対応が、労働時間の大半を占めている。はい、管理監督者制を否定する補強要素になります。もう一個行きましょう。賃金等の待遇ね。はい、基本給役職手当の優遇措置。管理監督者制を否定する補強要素。基本給役職手当優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に。 はいまあ、賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく保護に欠ける恐れがある。2番これも補強要素ですね1年間に支払えた賃金の総額が金属業績専門職等の特別の事情がないのにもかかわらず他店舗を含めた当該企業の一般労働者のここ賃金総額と 同程度以下であっただから、ね、この賃金の総額が一般労働者と同程度以下だった場合は管理監督者制も否定されちゃいます時間単価実態として長時間労働を余儀なくされた結果時間単価に換算した賃金額において,して店舗に所属するバイトパートの賃金額に、はい、この時間給が満たない特に 当該時間単価に換算した賃金額がここねもう最低賃金に満たなかった場合はこれ完全否定になっちゃいますので、ね、最低賃金に満たない場合は最完全否定ということですね。はい